はい、ノブケンボーリングの森本です。はい、藤井です。はい、今日はですね、はい、ゲストのプロをまたお呼びしてるんですけども、はい、先に紹介しちゃいましょう。はい、49期生、はい、新小岩サニーボール所属、渡辺和也プロです。はいはいはい、お願いします。渡辺です。はい、はい、森本プロ、いつもながら7割の仕事終わりました。はい、お疲れ様でした。はい、で、まあ、今回もですね、渡辺プロをゲストにお招き してるんですけども、はい、まあ1本目はバックスイングの高さ、はい、で2本目はボールの転がし方と、はい、で渡辺プロに今度はね3つ目教えてほしいんですよ。はい、おでやっぱり渡辺プロ非常に脇がね締まってるじゃないですか。はい、でやっぱこう脇が開いてしまうといくらローダウンできてても、いくらバックスイングが高くても、まあ、体の中心から離れてしまうっていうところで強いボールを、まあ、投げれなくはないのかもしれませんけど、うん、やっぱこう手投げという状態になってしまうことが、まあ、体の遠くに行けば行くほどなると思うんですけども、渡辺プロはやっぱこう脇が、はい、バックスイングがあんだけ高く上がっても脇が最後まで締まっているっていうのが特徴的ですので、うん、ちょっと脇の締め方をですね、はい、渡辺流脇締め方教えていただきたいなと思います。はい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 、やっぱ最後ね、渡辺脇締まりすぎて手こっち行ってるから。なるほどね、そう確かにね、あれ開いたら絶対無理。そうそうそう、こういかないんだよ、こっち締めすぎてこういっちゃってるぐらいだから、やっぱねこうね、脇といえば渡辺かなと。そうなんだ、それぐらいイコール。なるほどね、だって、まあ、特徴的だよね、はい、海外でもやっぱ脇締まってるから、はいはい、一回どっかシンガポールだっけ、うん、数脇渡辺になってたよね。関係ない。それはローマ字の読み方の話だから。数脇ってなぜだ、数脇、ね、数脇渡辺って。あのベが B なんです。そうそう、渡辺ってね、そうね、そうなの、数脇シェタアナカスって言われてたね。ケニチ角川。ケニチ、ケニチ。はい、すいません。男性、男性じゃん。本当にあの脇といえば渡辺プロなんで、じゃあ今日は渡辺プロに、はい、渡辺流脇の締め方を教えていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、お願いします。締め方。はい、それではですね、渡辺プロに、脇の締め方、まあ、体の内側からねボールを出すっていう、まあ、ボーリングでは、まあ、どんな投球スタイルでも、上手な人には必ずと言っていいほど共通している体の中心からボールを出す方法を教えていただきたいと思いますので、渡辺和也脇プロお願いいたします。はい、ね、これ曲げる秘訣の、まあ、みたいな動画前に撮ったんですけど、まあ、その中でちょっと言い忘れてたんですけど、はい、もう本当にこのローダウンという投げ方の中で一番大事と言っても過言ではないのが、これ脇を締めるっていうことだと思うんですよね。うんうんうん、どうしてもね、オープンバックから降りてくるときに肘をかかっ込む意識が強くて、こう外に逃げちゃうっていう人が、はい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 、まあ、特にこう練習し始めの人っていうのは多いと思います、見てて。でこう 脇が甘くなってね、こう肘が外に逃げちゃうと、こう打ちミスする原因にもなってくるんで、まあ、本当にこの脇締めるっていうところに関してはとっても僕はね意識してます。で、まあ、その意識の仕方なんですけど、まずはこうボールが体からこう離れないっていうことが一番大事になってくるんで、体のこう中心をボールが通るっていうところを特に意識してます。でオープンにしていく上でこう前傾を作りながらバックスイングしていくんですけど、その時にまあ、なるべくこうね、スイングが、まっすぐになるように、肩とボールと地面を結んだラインがこう外に逃げないように、こうまっすぐになるように意識すると、こう気をつけの姿勢ではなくて、ちょっとこう右肩を落としてのね、腰から右にこう曲げたような状態になると思います。で、この状態で前傾を作っていくんですけど、なるべく体の内側を通したいんで、僕の中では、まあ、頭の真下というよりは頭よりこう内側を通すような、この左足の軸の真横から手が出てくるような
イメージをすごく強く持ってるんで、こう頭よりもね、内側をボールが通って上がっていって、このスイングも、こう外に親指が、親指がね、内側に向いて、こう外側に逃げると体から離れていっちゃうんで、なるべくここもプッシュアウェイして後ろに行く時も、こう体から離れないように内側を通して上げていくと、こう小指が下に、親指が上に来るような手の向きになりますね。はい。で、ここから、いわゆる小指先行って言われる、こう脇を締めた状態。この肘の内側が体に触れるようなスイングラインを意識してくると、頭の左側からこう手が出てきて、そのまままっすぐ振ると、ボールがこう頭の内側を通ってるんで、頭よりも左側にこうフィニッシュするんですね。こう前傾をキープしたまま、こう、スイングすると、頭の内側に行きます。まあ、ここからは海外の選手でもよくいる選手は、ここからこう逃がしたりね、っていう選手はいるんで、そこで僕の場合は、こう、こっちに流さずに、リリースをあんまり振り切らないで、こう、止めるような意識があるんで、最後ここで止まるんですよね。頭の内側を通して、そのまままっすぐフィニッシュすると、顔の左側に来るんで、よくこっちに振ってるように見えるって言われるんですけど、まあ実際は内側を通して頭の位置を変えずにまっすぐ振り切ってる。で、そこでちょっとローテーションを入れるためにこう内側に向けるんで、少しこういってるように見えると思うんですけど、実際はこっちに振ってるわけではなくて、このまままっすぐ振ってるっていうような、スイングの仕方になってきます。なるほど。で、普通の人がやっぱりこう、はい、脇を締めるときに最初に言ってた、まあ、肘がちょっとこう回るっていうのがあるじゃないですか、うん、やっぱりこの自分の中では締めてるんだよっていう感覚意識を必ず皆さん持つと思うんですよ、うん、でその時にやっぱり確認する方法としてはやっぱ動画を、まあ、やっぱ後ろから撮るっていうのが一番いいと思うんですけども、はい、やっぱり今の渡辺プロの、まあ、話でもあったように、うん、やっぱその意識するだけじゃなくて、やっぱりこう頭の下、右肩が少し下がって体のこう中心にっていう体勢が、まあ、一番大事だと思うので、やっぱそこの辺の、まあ、こう後ろから動画を撮影した時に、うん、やっぱりこう傾きっていうのをかなり大事にした方がいいと思うんですけども、その辺どうですかね。そうですね、やっぱり最初に言いましたけど、こう頭を右にずらした状態、体の内側をスイングを通らせたい、こういう意識がないと、ただ脇を締めようとしてもどうしてもね、一番楽な姿勢ってこう気をつけした状態で、体の中心、体の近くにボールを持つ状態が正直一番楽だと思います。まあ安定するし。ただこれだとスイングをした時に体が邪魔になって外に逃げてしまう。まあ脇がこう外側に開きやすい状態になっちゃうんで、やっぱりただ脇を締める意識だけじゃなくて、体をちょっと右に向けて、よりこう体の近く、軸足の近くをボールが通るような意識っていうのはすごく大事だと思います。はい、渡辺プロありがとうございます。はい。非常にですね、分かりやすかったと思いますので、皆さんぜひですね、何度も何度もこれを見直していただいて、渡辺流脇の締め方、いいですよ、よく締まってます。まあ本当にね、ただ脇を締めるっていうだけじゃなくて、体の体勢までも今回教えていただいたんで、まあできてない人なんかはですね、やっぱこう渡辺プロの言うように体が傾くっていうのもすることによって、あれこんなに脇って簡単に締まるんじゃないかなっていう風な発見もできると思いますので、ぜひ皆さん参考にしてください。渡辺プロありがとうございます。はい、ありがとうございました。いやそれ早いから、はい、渡辺プロ、はい、ありがとうございます。はい、非常に分かりやすくてですね、もう僕なんかも途中から合図打つの忘れちゃって、はい、聞き入っちゃいました。おなんかこうボーリングやってる人なんかもう本当にいろんな人が参考になる動画だったんじゃないかなと思います。だといいですね。まあ、本当にバックスイングの上げ方、はい、そして球の転がし方で脇の締め方と、もうある程度ねこの3つ覚えたい人はね、うんうん、見てください。大事ですよね。数脇が
教えてくれてます。繰り返しリピートしてね。はい、お願いします。リピートしてみてください。カズワーキーカズワーキーそこ発声も大事だから。はい、それではね、はい、最後の締め、はい、ケンちゃん、はい、行っちゃってくれよ。ノブケンボーリング。ちょっとどうしたのカズワーキーみたいな言い方どうしちゃったのね。おい、さすがに俺も対応しきれねえよ。一番大事なとこだろうな。まあいいよ、もう一回お願いします。ケンちゃんいつもの言っちゃって。ノブケンボーリング、チャンネル登録よろしくね。お願いします。かぶっちゃった。